今年の2月、結婚したことを電撃発表し話題となったキム・ヒョンジュン。1986年生まれで今年36歳になる彼は、元祖かお天才と呼ばれるほど芸能界でトップクラスのビジュアルを誇った人物です。日本とゆかりの深いドラマにも出演していて、特にいたずらなキスがきっかけでファンになった人もいるのではないでしょうか。今回はキム・ヒョンジュンの不思議な人生について振り返りながら、現在の彼の活動まで一緒に見ていきましょう。キム・ヒョンジュンは中学生の時まで勉強がとてもできた子供だったといいます。幼い頃から科学者になるのが夢だった彼は、算数オリンピックや科学オリンピック大会に出るほど頭のいい学生だったそうです。しかしある日、ソテジのウルトラメニアという曲と出会い、自分も音楽をやりたいと思うようになります。高校になるとその思いは強くなり、音楽の道を進むため退学までしました。実際は退学して1年後すぐ復学し、2006年に卒業しているのですが、このエピソードに多くの人がキム・ヒョンジュンが中卒だと勘違いしているようです。さらにキム・ヒョンジュンはソテジの影響を受け家出までしました。ソテジの音楽に夢中になった彼は、中学3年から高校1年生までベーシストとして活動。中学3年生の当時、ソテジも勉強してなかったから自分もしなくても関係ないという考えから、成績がどんどん落ちるのですが、キム・ヒョンジュンが音楽をすることに反対だった両親は、彼がお金を貯めて買ったギターを叩き壊したそうです。結局このことがきっかけで家出を決意し、5日間家に帰らなかったといいます。さらに高校を退学した後はお父さんから、生活の面倒は見ないと言われ、ほとんどのアルバイトを経験し、野宿生活もしたことがあるといいます。実際に一度撤去予定の建物で何も知らず寝てしまい、死にかけたそうです。またアルバイトで1億ウォン近く稼いだという噂もあり、朝から晩まで仕事をする毎日でした。幼稚園の時からの知り合いとチキンのお店を開き、本人が広告モデルとして活動していたこともありました。キム・ヒョンジュンは WS501 でデビューする前、違う事務所で練習生となったことがあります。高校時代に路上でスカウトされた彼は練習生となり、5人組グループ B2Y でデビューを準備しました。当時について回想したキム・ヒョンジュンによれば、両親の反対で大変だった、お小遣いがもらえず地下鉄を無線乗車して逃げたこともある、お腹が空いて道端のトッポッキを食い逃げしたこともあったと語りました。そうやってデビューを待っていたキム・ヒョンジュンでしたが、会社の合併問題が原因で空中分解が起こり、彼のデビューも白紙になります。その後ファミリーレストランでアルバイトをしていた彼は、ある事務所から韓流プロジェクトグループを準備しているとスカウトされたそうです。この時契約金として500万ウォンをあげるから中国でデビューしてほしいとオファーを受けるのですが、怪しく思ったキム・ヒョンジュンがこの会社について調べてみると、実際は幽霊会社であることが分かり、そのまま逃げたそうです。そんないろいろな苦労が続いたキム・ヒョンジュンは芸能事務所 DSP に入社し、ついに WS501 でデビューします。歌手になることが夢でしたが、自分に全く運がないという事実に気づき絶望していたキム・ヒョンジュンは、知り合いの女性の弟で、その後 WS501 で一緒に活動することになるパク・ジョンミンの推薦を受けて DSP のオーディションを受けることになります。オーディションでは DSP の初代社長イ・ホヨンが彼の才能に惹かれ、またその端麗な外見に社員がスタンディングオベーションしたとも言います。キム・ヒョンジュンは初恋の相手と付き合いました。中学1年生の時に恋を抱き、3年生から付き合い始め、デビューした後も交際を続けますが、忙しくなるにつれ自然に別れることになりました。当時の初恋相手の情報がインターネットに広がり、キム・ヒョンジュンの大ファンが彼女のミニホームページに悪質コメントを残したこともありました。ちなみに今は別れた彼女と友達として過ごしているという悩みを打ち明けるなどしているそうです。WS501 で活動していたキム・ヒョンジュンはメンバーの中で一番最初に演技を始めました。2005年、愛もリフィルできますか。にキャスティングされ、
役者としての道を歩むことになります。その後、花より団子でユンジフ役に選ばれ、放送前から原作キャラクターとそっくりだと高い期待を受けていました。しかし放送がスタートするとぎこちない演技に多くの失望の声が湧き、キムヒョンジュンはその後進行があったペヨンジュンの会社キーイーストに移籍して本格的に俳優活動を始めるようにしました。そしてペクスンジョ役として出演したいたずらなキスが韓国では微妙でしたが、日本や台湾でものすごい人気となり、彼の海外ファンが大きく集まるきっかけの作品となりました。キムヒョンジュンのことを現実世界でも F4 と呼ぶことがありました。東方神起のユチョン、ジェジュン、そしてビッグバンのトップと仲が良く、キムヒョンジュンの言葉によれば、彼らは夜中の2時に呼んでもいつでも来てくれる友達、4人で会うときは他の芸能人も入れないそうです。当時の全員が人気が高く、ビジュアルもかっこいいことから、ファンの間では幻想の F4 と呼ばれていました。キムヒョンジュンは以前の彼女と熾烈な法的争いをしたことがあります。2014年キムヒョンジュンに殴られたと、当時彼と交際していた女性に告訴され、結果的に傷害事件となり500万ウォンの略式命令を受けます。この時ドラマ感激時代に出演中だったキムヒョンジュンは、ネットユーザーたちからハレンチな暴行犯と呼ばれるなど、これまでのイメージが瞬く間に失墜することになりました。その後2人はまた付き合うことになるのですが、またも女性が暴行を受け流産したことを主張し、さらに彼が妊娠中絶手術を強要したとして損害賠償を求めます。これに対しキムヒョンジュンも訴訟を起こしたことで、約5年に及ぶ激しい法廷攻防となりました。最終的にキムヒョンジュンの暴行による流産、妊娠中絶手術を強要などは事実無根で、彼の名誉を侵害したとして元恋人に1億ウォンの賠償責任の判決が下されました。またもかわいそうな事件に巻き込まれたキムヒョンジュンですが、お酒を飲んで運転し捕まったことがあります。兵役を終え芸能界への復帰を準備していた彼は、缶ビールを飲んだ後車を運転し、信号待ちで寝ているところを警察に摘発され騒動になりました。信号が変わっても車が動かないので、後続車の運転手が警察に通報したところ、運転席で寝ているキムヒョンジュンが見つかり、アルコール濃度を測ると免許停止レベルだったそうです。元恋人によって損なわれたイメージを回復させる絶好のタイミングだったのですが、残念ながらお酒を飲んで運転したのは自業自得とも言えますね。そんな彼は現在主に YouTube を活動の場としながら、音楽のみならず様々なコンテンツを発信して活躍しています。最近ではインタビュアーとしていろいろな職業の人をゲストに呼んで話を聞くなど、この3年間でたくさんの動画を作っていました。またこれからの計画については、新しいアルバムを出して日本のファンの方とまず会いたいと思います。3年間で作った僕の音楽の色を見せたいですと語り、今後も音楽をやりながら世界で精力的に活動することを明かしています。さらに今年の2月のコンサートで結婚したことを電撃発表しましたね。結婚を機に人生の第2幕をスタートさせたキムヒョンジュ、様々な苦労はあったでしょうが、その才能でこれからもたくさんの人に元気を与えてほしいですね。